フランチェスコ2世デステは、モデナ及び、レッジョ公。アルフォンソ4世デステと、非、ラウラ・マルティノッチの一人息子として生まれた。姉は、イングランド王妃となった、マリアである。2歳で、皇位を継承し、新人部各厳格な母ラウラが1674年まで、摂政を務めたが、実質は、母のイエズス会国会士、ガリンベルティ神父の影響下にあった。 ラウラがマリアを連れて、結婚のため、イングランドへ渡ると、フランチェスコは14歳にして、実権を掌握し、重刑、チェーザレイナツヨとその仲間から自由となった。ラウラは帰国後、宮廷から引退した。フランチェスコの外交政策は、1688年に、名誉革命で国を追われた、ジェームズ二世一家を保護していたフランスをルイい14世の要求に左右された。 しかし彼はフランスが広告に口出しをすると抵抗した。1692年、マルゲリータ・マリー・アファルネーゼと結婚。しかし子供はなく、1694年に亡くなった。彼の後を継いだのは、父アルフォンソ4世の異母帝で、生殖についていた、リナルドだった。彼は、少年の頃からバイオリンを習い、音楽のパトロンとなった。 彼の書斎がほぼ完全な形で、エステンセ書庫間の中に保存されている。ありがとうございます。